もう街はすっかりクリスマスモードですけど、はい、クリスマスです。僕はね、クリスマスに一つ思い出があるんですよ。お、何？サンタクロースに会ったことがあります。こんないかつい顔して何ピュアなこと言ってんだよ。いやいやいや、めちゃめちゃ可愛い顔してるでしょうよ。俺こうやってやると少し綾瀬はるかに似てるねって言われるんだろ。似てねえわ、全然似てねえ。いや、そんな俺がサンタクロースに会ったんですよ。嘘だよ。会って歌を歌われました。歌？うん。その時の歌が俺ずっと頭の中に残ってて、この季節になると思い出すわけ。だからそのさ、歌われた時のことをちょっと再現してみよう。お前は当時の俺をやってくれ。当時のお前。うん。俺はその歌って入ってきたサンタクロースやるから。いやー、早くサンタさん来ないかな。でもだんだん眠くなってきちゃった。ちょっと待って待って待って、当時の俺そんな顔してねえわ。もっと目伸ばして、で下げて、で目開いて、それだ。いや、バケモンじゃねえか。いや、ちょっとどこ行くんだよ。可愛くなさすぎんだろ当時の。お前ケンタッキークリスマス。何言ってんだよ。綾瀬はるか似てねえっつってんだろお前。当時のお前難しすぎるわ。もう俺普通に俺自分で聞くから、お前歌だけ歌ってくりゃいいの。歌って。1、2、3、4。雪が降る街に鈴の音を鳴らし、特別なイルミネーション、 It's a jingle bell、 スペシャルなプレゼント届けに君の元へやってきた。スペシャル。待って、でも意外といい曲だね。やったら途中のその笑うとこ、はっ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 は
タクロースだよ。どんなキャラだよ。続きがあるから聞いてみて。いやちょっと聞きたいね、それは。ちょっと歌って。ははははは。Your mother beautiful and nice body。君の元へやってきた。ははははは。Your mother beautiful and nice body。君の。待って。いや急に英語から始まったからちょっとびっくりしたけど。しかもその英語のところ、もしかして君のお母さんは。美しくていい体つきをしてるって言ってなかったねえ。Your mother beautiful and nice body。 ほらやっぱ言ってるよね。君の元へやってきた。君のお母さんはいい体つきしてるって言ってるよね。君のママに出会ったのは半年前。そして君の元へやってきた。サンタじゃないでしょ。真っ白なトヨタのハイエースに登って。それじゃないの。君の元へやってきた。ハイエースとかわかんないけど、多分土木関係の仕事の人でしょ。マザービューティフォーエンナイスバディ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 。だからバディばっか狙いすぎなんだよ。なんだよ、そいつ。急にさ、クリスマスに子供の前に現れて、で君のお母さんはいい体つきをしてるねって、もう最低のやつだろ、そんなの。おい、ハイエース持ってきた方がいいんだよ。君のママに出会ってから、ママは僕の通り君のママの腰元に入ってるタトゥーの僕のイニシャルが証拠さ。何させてんだよ。入れちゃうママのママだ。これからママと二人で車の中でふん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 。やめろ。でも僕には本命がいるのさ。素晴らしい大人のメリーメリークリスマス。全然素晴らしくない。イエーイ。 It's a jingle bell。 最低のクリスマスだろ。歌うのやめろ。やめろって言ってんの。やめろ。やめろ。やめろ。歌うのやめろ。やめろって。デデデデデデデ。ハッピークリスマス。全然ハッピーじゃねえよ。え、当時のお前辛すぎだろ。どんな顔して聞いてたんだよ。どんな精神力だよ。もうこんな歌忘れちゃいな。でも次の年に歌われたのがもっとひどかった。いや、もう言って。どうもありがとうございました。